かなんかやる。次がクズハなんですけど、はい、クズハのお題は、はい、高千穂コーヒーです。俺ね、どんな状態の高千穂カフェ俺も飲んだことある。常温で結構いっちゃって、腐った時も飲んだことある。ギリ腐りかけぐらいのも飲んだことある。ということでコーヒー牛乳をお願いするんです、はい、今回いつも飲んでますし、なんと事前に飲めません。あなた、え、最初から飲めない。聞き始まります。もう、あ、そうなの。はい、そうです。え、本当に。だってさ、うん、いつも3本ぐらい置いてあるんだよ。いや、俺いつも飲んでるし、僕も今日先に着いてコンビニ寄ろうと思ってコンビニ行った時に、そう、クズハに高千穂買っていくかと思ってコンビニ寄っちゃうぐらい、見ちゃうぐらいなかったんだけど、そこには。そう、じゃあ、俺当てられる気しかしないけど、ね、自信ありと。いや、あるあるある。じゃあやってみよう、やってみよう。でお願いします。事前のみなし。今回待って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 、今回は8個用意されてます。俺でもこれかな、色は。色で、うん、お、お、お、あ、これじゃない。飲んでないけど。1番いっとっとく、一旦。そうね、色でいくとなくて、うん、3か1かな、色で言うと。うまい。じゃあ違うと思うやつから飲んでいこう。はい、まず違う、うん、2番違う。2番違う。でもうまい。なんだろう、めっちゃさっぱりしてるな。違う、うん、2と4は違うね。じゃあ2開けていいよ。2も4も絶対違う。2は父やすミルクが美味しいミルクコーヒー。あー、ありますね、はい。で4番は4、なんかね、あれっぽい有名なやつ、なんだっけ、スタバは違うか。正解。え、本当に。スターバックスカフェラって。わー、わー、おうまいけど違う。5番、うん、5番は米田コーヒー店まろやかミルクコーヒー。んー、プロノワールコラボ待ってます。ふんわり甘い白ノワールで。うまいけどキャラメルだな、ちょっと。6番、雪印コーヒー。雪印か、確かになんかキャラメルっぽいな、雪印。7番はうまいけど違う、グリコカフェオーレ。初めて飲んだ、美味しい。そして8番、絶対違う。何これ。クラフトボスソイ&ミルクコーヒーニューニュー。ニューニュー。さあ3番、うん、絶対違う、もう1確定。3番は、はい、いや絶対違う。何これ、マウントあ、マウントレーニアね。これだ、カフェラテ。ってことは、だからもう飲んでないけど、もう最初の時点で1ですね、うん。お願いします。飲んでみてください。本当に 1？ ん？ん？あ、なんか思ったよりサラサラしてるな。いや、でもまあ物理的に1じゃない？消去法でいいの？は？千と千尋の最終回。全お母さんとお父さん当てらなくてみなさい、この中にはいませんだったよ、あれは。え、いやでもこれ線は当てたよ。クズは当てられんの。え、違う、いや、ちょっとなんかね、うん、もっと濁ってる感じがあるとは思うんだけど、うん、色もそうだし、うん、味も近いよ正直。はあ、はあ、まあでも最初に言ってたもんね、飲む前から、うん、え、さすがに1だと思います。1が高千穂牧場カフェオレ。はい、正解。正解です。正解です。なんだよ。もうなんだよ。すごいよ、でも危ないな、すごい。本当にその展開かと思った。一発だったから僕まずこっち向いてリアクションしたもんね、うん、これはでもすごいよ、飲む前じゃん、ね、だって聞きとかもうないもん、ね、もう匂いでわかる。すごい。牛丼はダメだったけど、牛丼はだからいつも惜しかった、食ってたから。惜しかったな。濁った末に、うん、いつも垂れてるすき家が多分来ちゃった。まあ、でも僕ら別に下若ではないね。確かに、うん、だってあれも味濃いもん好きだけど、ほぼほぼ当ててたし、味の種類は
区別がついてるね。てか水は舌がバカとかそういう問題じゃなくすごい喜んでた。舌が踊ってた、イロハスだイロハスだってわーってクロノワールがなんかやるということで終了。えすごいんじゃない、これすごいよ結構。水本当にすごい。いやでもカフェオレ飲まずに当ててんのえぐい。確かに匂いで分かったのは色で、色匂いでも言ってたもんね、言ってたけど最初。見た目はね全然分かんなかった僕は。いやでもなんか飲んだことないやつも全部うまかった、はい、カフェオレ好きなんだね。うん、かも。今回はクロノワすごかった回です。うん、というかで逆にねこのクロノワに聞き丸々やってほしいっていうお題または企業様いらっしゃいましたらコメント欄や SNS などで感想とお題を書いてください、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。企業様よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もう僕らの舌がバカではない、はい、味覚天才のユニットなので味覚よろしくお願いします、はい、それではまた来週。味わったことのないカフェオレが届きました。ようこそ新しいカフェオレへ。高千穂牧場。